思い出しました。全部思い出しました。僕たちはかつて本当の人間でした。人間のどこにでもいる子供だったんです。そして僕たちは魔法実験によって兵器になりました。最強の兵器を作るために繰り返された実験、やがて究極の魔法兵器が生み出されることになったんです。その兵器の名前は六号ですが、六号は制御不能な失敗作でした。暴走した六号を封印するために作られた石化能力を持つ兵器、それが七号。僕のことです。僕は兵器だったんです。たとえ兵器でもエミールはエミールだ。ありがとう。これが究極兵器六号。僕のお姉さん。生きてる。お姉さんは最強の兵器だから。だからなんだ。その魔力を手にすれば僕にだって石化解除ができるはず。でもどうやって。お願いです。約束してください、うん、もし僕がお姉さんに飲み込まれてしまったら、僕は僕じゃなくなって皆さんに危害を加えてしまうかもしれない。だからその時はやめろ。殺してくださいね。おい、助けろ。エミールを引き戻せ。分かってる。もう誰も失わない。そう決めたんだ。エミールはまだ完全に取り込まれておらぬ。今ならまだ間に合うぞ。当たり前だ。奴には魔法しか効かぬ。武器ではエミールも傷つけてしまうぞ。魔法攻撃だってダメージになるだろ。いや、エミールは剣より魔法の方がマシだ。なら魔法で奴を止めて無理やりにでもエミールを助ける。動きが速い。剣を使うとエミールまで負傷してしまうぞ。魔法攻撃で
奴の動きを封じるのだ。早く出てこい。怪我しておらぬか。待ってください。目がまだよく見えなくて。あ、いないで。どうした。来ないで。これは…おかえり、エミール。よく頑張った。何があっても俺たちがついてる。俺の顔が見えるか。はい、僕が想像していた通りの顔してる。そんな無駄口は戦う。無意識のうちにお姉さんとダブらせていたのかもしれません。
やります。姿で生き続けるはいかなる瞬間、おぞましいわ。二度と会わなくて、ここで殺してやる。剣か。剣ではない。お前の腕が上がったのか。存分に暴れよ。おばあちゃん、カイネさん、生きて戻ってきてください。お前たち、エミール、私を呼んでくれていたのはお前だな。僕のことわかるんですか？エミールはエミールだ。私は間違いない。カイネさん、ありがとう。おかえり、カイネ。ずいぶん立派になった。どのくらい眠っていたんだ、私は。5年だよ。そうか、5年か。ヨナは？探してるが、魔王の足取り自体なかに。あの、これ。それは月の。おばあちゃんのに負けないやつをって頑張って作っ。そうか。長く石化されていたカイネの目覚め、エミールの見せた優しさ、
再び出会う喜びを俺たちは噛みしめていた。デボルさんたちからその話を聞くまでは。なぜなんだ、どうしてなんだ、デボル。分かってちょうだい。揉め事が起きて危害が及ぶのは。でも大丈夫ですよ、僕らなら。待てよ、己の身を犠牲にして村を救う。だって僕らこあなたにそう思ってもらえるだけね、カイネ。私はそんな。じゃあ外で待ってます。どうした。俺ちっとも気づく。今日はもう その夜は眠ることができなかった。デボルさんも初めて憎く思った。ポポルさんも冷たい人だと疑った。だがそんな俺の感情には意味がない。彼女たちは村を第一に考えた結果、ああいうしかなかっただけだ。村人たちを魔物の恐怖から守ろうとして言ったことだ。デボルさんとポポルさんの罪を責めるなんてできない。カイネたちの立場を知ろうともしなかった。俺も同罪なんだから。眠れたの。はあ。目が赤いな。あまり思い詰めるな。ポポルさんたちのところに行く。分かった。こんにちは。よう、意外だな。いいえ、あれは。そうだな。じゃあポッ。ええ、それと何。俺も昨日。お前が謝る必要はないさ、彼女たちにも。あ、ちゃんと伝え。できておるな。お兄ちゃん、
お兄ちゃん。ポポルさん。あ、昨日はどうして。あ、でも村のみんなのためなのに。優しいのね。そういえば、ええ、石の神殿が我のいたとこ。そう、魔王の居所はそことつながっているらしいの。灯台元暮らしか。でもあそこに渡る橋は通れなく。船で行けばいいわ。船。ようやく交易用の水路が整備され、魔物からの被害もあって、ずい石の神殿の裏側の道にも船を。船頭さんに言えばこれで町の間の移動。ありがとうございます、ポポルさんには。本当に。じゃあ行ってきます。気をつけてね。本当に気をつけて。気をつけて。船着き場にはも水路か。ようやく完成したのだな。これで走り回らずに済むようになるといいが。移動が早くなればそれだけ早くヨナに近づけるってことだ。遠慮なく伝わせてもらおう。そこの広場の噴水な中のポンプ。ああ、多分そうだろう。そこで。分かった。噴水の修理。